Good morning, everyone. We're、uh, going through a series called Building Strong Relationships. 強い人間関係を築くというメッセージのシリーズをやっています。Uh, this, this is the third part of the first section on honoring. そしてその中で、えー、敬意を表す託ぶということをお話ししていますが、今日はそれのパート3です。So let's、uh, read our key verse again. 鍵となる聖せの、もう、なお、あなた方に新しい戒しめを与えましょう。あなた方は、互いに愛し合いなさい。 私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し、愛なさい。そして今日はですね、アナウンスをマタウスに言ってもらうのを忘れたんですが、今日ライフグループですね。えっ、ー、と、午後からランチの後、ライフグループがありますので、皆さんぜひね、残ってください。力強い人間関係を築くためには、やはり。 少人数でいろんな話をして心を開いていくことが人間関係を築くことの始まりですから皆さんね時間が許せる方はぜひお残りください。Okay, s pray. <S お祈りします。ファーザー、ウィ、ま、今日のこの日をありがとうございます。そして、えー、今日のあなたの言葉をありがとうございます。Holy Spirit, we, uh, invite you to 聖霊様今日あなたをを迎いたします。私たちの心思いを開いてください。あなたの御言葉にそれが開きますように。そして、あなたの御言葉を通して、敬意というものがどのように私たちのすべての人間関係に影響を与えるものであるかがわかるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。ア m e n So as I said before, Oh, you forgot the last verse again.So I said before, the series is called Building Strong Relationships.Seeholom, 言いましたけれども、メッセージのシリーズは強い人間関係を築く。それはですね、えー、人間関係において見せかけを超えて強い人間関係を築いていこうというのが私たちの願いです。And we've been learning how honor affects all relationships. そして、権威は全ての人間関係に影響を及ぼすことを学んできました。え、実はですね。イエス様はあイエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いなさいと言っています。 そしてその愛を示すためにイエス様はその時代ですねイエス様がこの地上に生きていた時代に一番低い最低だと思われるような下辺の仕事をしたんですねそれはとても汚い臭い弟子たちの足をイエス様自身が洗ってあげるということでしたイエス様は神様そして彼らの指導者彼らは イエス様は神様でした、そしてイエス様はその弟子たちのリーダーでもあったんですけれども、愛を示すためにその身分の低いものがやることをしたんですね。 そしてそれを超えて、もっと素晴らしいことをイエス様はしました、犯罪者が受ける罰を受けた、それは十字架の上で死ぬということでした。 神様の御言葉によりますと、それは私のデニスの言葉ではなく、神様がおっしゃっている言葉に基づいて言いますと。それはこうなんですね。イエスが愛されたよう、イエスが愛されたように、愛することがクリスチャンであることが、どういうことであるかを示すんですね。 そして、えー、自分の両親との関係両親にどのように接してどのようにその関係を取り扱っていくかということが私たちの人生のすべての人間関係に影響を及ぼすことを話しました。Because honor is the primary defining characteristic Of God's love. And we learned that God knowingly commands us to honor imperfect people as a way to find His blessing. そして、えー、私たちがですよ祝福を見出す一つの方法として、神様は人、を私たちが不完全であることを承知の上で知っていながら、私たちにですね、互いにうやま敬い,合いなさいと命じたんですね。Because the value of a person is not based on their earned worth, but on their inherent worth.

互いに敬意を示すことを得意としなさい。この得意とする、まあ、勝るという意味ですけれどもその意味を言語で調べてみると。 何かをこう引っ張る導くという意味があります。ということはですね、相手から敬意を示してもらうのを待つのではなく、自分が最初にリードして相手に敬意を示してあげるという意味です。 イエス様は、この世界中の人々、すべての人の罪を許す,ため許すために十字架で死んでくださいました。Knew, that, そして、すべての人がイエス様は自分の神だと認めることがない、心に受け入れることがないことをしながら、でもすべての人のためにイエス様は十字架で死なれました。 そしてこのメッセージのことを、まあ、敬意を表すということを、えー、私のライフグループの人と話していたんですけれどもおその人たちが言ったことはですね、えー あ敬意をあの人は表してるねっていうことを認めるよりもあの人は敬意を表してない結構侮辱してるっていうことをこう見つける方が楽なんですよねって言ってましたそしたらもし私たちがまあ不名誉と思われるようなまた侮辱だと思われるようなことがあはこれだっていうことが分かったら私たちはどうするべきでしょう Do the opposite その反対をすすればいいんですね <laughs>、right. honor, opposite, これは侮辱と思われるようなことだということが分かったら、それと反対,なことを反対のことをすれば相手に敬意を表す、たっ飛んでいるということになります、okay. so えー。もう少しこの敬意ということを深く見ていきましょう。 Uh, in Matthew 22, verses 36 to 39, a man came to Jesus and he's asking Jesus a question. He says, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest 先生、立法の中で大切な今しめはどれですかそこでイエスは彼に言われた心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の今しめです。 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の今しめもそれと同じように大切です。この中で何か皆さん見つけたことがありますか to love God with everything. 私たちは神様を私たちのすべてで愛さなければいけない。<Our> heart, 心を尽くして <Our> soul,、えー、魂を尽くして、and <our> mind. そして知力を尽くして。But yet he says そして、えー、その後ですねそれと同じぐらい大切なものがあるとイエス様んおっしゃったんですね。So、もちろんですね神様を愛することがまず第一に来るんですが。まあそれと同じように大切なものがあるんですね。So、それは人を愛することは神を愛することと同等に同じぐらい 重要なんですこれってなんか考えてみるべきことではないでしょうか all,、oh, 私たちは、ah, 神様愛します、神様愛します何回でも言えるんですが、really like、でもあの人は嫌い。<laughs> <laughs> でもそうじゃないんですね。イエス様は イエス様が私たちを愛してくださったように人を愛しなさいとおっしゃっています。As as ですから、人を愛することは私たちが神様を愛するのと同じくらい大切なんですね。But でも、人の人生には問題があって、人の人生には問題の人生本当にあなた愛があって、あ Yes, もし本物の愛というものを体験したことがない人がいたらその愛を持って人を愛することができないんですね自分の 価値がわからない、自分は価値がないものだと思っていたら人の,人の中に価値を見出してその人を大切にしてあげることはできないんですね。Valued, 私たちが親として自分の子供を大切にして自分の子供はとても大切で価値のある人だということを 思わずに考えずにいたらその子供たちは親から大切にしていないと思われるので大人になったら人を大切にして人の中に価値を見出すことができなくなってしまいます。というのはあ聖書はこう言っています自分を愛するのと同じように人を愛しなさいと。 But if you hate yourself, でも自分のことが嫌いだったらそしたらどうやって人を愛することができるでしょう、no、you, 自分の中にいい,ことはいいところは一つもないと思っていたら、no、me, で人から愛されることはもう絶対にないと思ってしまったら人を愛することもできないしまた人のことを尊ぶこともできなくなってしまいます。 そうなってしまうと実はあ私たちの心の中に怒りがあ湧いてきたりとかまたあ、憎しみの心が出てくるでしょう。 人に対して怒りを表したりとか、また人に対して憎しみを持ってそれを表してしまうということは、実はその人はですね自分のことを愛していないんです。自分のことが嫌いなんですね。そしてその心が自分が嫌いだ その心があ溜まってしまって、えー、外にいつか出て、人に憎しみの心を表したりとか、怒りを表してしまうことがあるんです、ね。Really no、というのは、自分の中に愛がなかったら、人を愛することができないんですね。難しいですね。みな <about> さん、これを考えてください。God gave Moses ten commandments, right?、えー 神様はモーセという人に聖書の中で10個の戒めを命令を与えたんですが。それはで、すねそのうちの1つのあなたの父と母を敬いなさいというその戒めはそ10の,の,、ね、の戒めの1つなんですが。 それは5つ目の戒めだったんですがですからその5つ目のあなたの父と母を敬えという戒めの命令の前に神様がおっしゃった命令戒めとは何でしょう皆さん覚えてますかそれは旧約聖書の5章の12節に書いてあります オ o ザ、はいえーブザーブッドデイバイキピンエトホーリーアザーローリョウガーディスカマンディユーユーハブスイスイチウィークフォーユーオッデナイリウォークバトセブンッドデイイイサブッドデイオブレスデデディケティトザーローリョウガー新名義の5章の12説からです。 あなたのすべての仕事をしなければならない。So、the fourth しかし、7日目はあなたの神、主の安息である。So、the fourth ですから、神様がモーセに与えた10の戒めの4つ目です、ね、はあなたの安息日を覚えなさい。 And if you look at, if you look at the, these Bible verses, verses 12 through 15, you would find that the word "you" or "your" is used.

しめというのはただ、旧約聖書に書かれているその時代だけの戒しめではないんです。それはただの立法である宗教的な式たりあ規則であるじゃないんですね。そして、イエス様はこの安息日。 安息ということをどうおっしゃってるでしょうこう言っていますね。2, それは新約聖書のマルコの福音書の2章の27節に書いてあります。また言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。 の意味う意味ますか味皆さん意味,この意味知りたいですか <laughs> というこことはこの安息日を守りなさいという神様からの命令を破ったとしたら実はその破ることによって自分で自分で分意味を傷つけているという意味です 自分の健全さ、もし安息日を守らないことがあったら、自分が健全である,こと,ああるということに傷をつけているんですね。Jesus made or God made the Sabbath to meet your needs。神様はこの安息日を作った、その設けた理由はあ私たちの必要を満たすためです。See, the first three commandments are you must not have any other God but me. 先ほど言った10の今しめのまず第一の今しめはこうなんですね。あなたには私の他に他の神々があってはならない。Second 二つ目の今しめは、あなたは偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。3してはつ目の今めは、あなたは偶像を作ってはならない。3つの今しめあなたは偶像らの今しめあなたは偶像を作ってはならない。 3、えー、つ目の戒めはこうですね。あなたはあなたの神、主の皆を緑に唱えてはならない。主は皆を緑に唱えるものを罰せずには置かない。So the first three commandments that God gave in the Old Testament were to honor him first. ですから、10の旧約聖書に書いてある戒めの最初の3つはですね、人、私たちが神様をたっ飛ぶ、神様に栄光を開始す,するということのに対しての命令ですね。And then he gives The of taking a Sabbath. そしてその後4つ目に神様は私たちに安息日を守りなさいという戒めを与えましたその意味はですね安息日を守るということは1日ですね仕事を休んで神様は私と時間を過ごしなさいエクセデスチャプト20ペース8-10 says remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. you have six days each week for your ordinary work. But the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord, to the Lord your God. On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons and your daughters, your male and female servants, your livestock. 節、えー、から読みたいいと思います安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ <coughs> 6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならないしかし7日目はあなたの神主の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならない あなたも、あなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。Okay. あなたのために、自分のために、<a> あなたは一日休みの日を取りなさい。 一日仕事から休んで、体にまた新しい力が湧いてくるように休息しなさい、休みなさい。So、そしてまた日々の活動や仕事から休んで、その日一日は神様がいらっしゃるそのご臨在のところに来て、神様と時間を過ごしなさい。という意味ですイエス様と時間を過ごしてイエス様と 関係を築きなさい。Job, とういうのはですね、普通の毎日やってる仕事から休んで、一日お休みを取ることによって、やっぱり体、身体的にも休みがやってきて、そしてまた新しい活力が生まれてくるんですね。そしてまた そしてまた一日仕事から完全に休むことによって私の人間としての人としての価値は仕事から来るものではない私が何かをするから私には価値があるものであるということではないということを仕事を休むことによってもう一度思い出すんですね whether you're a prime minister or you work at a factory or you work wherever that's not your identity your identity comes from God そして自分の仕事が総理大臣であっても、自分の仕事が工場で働いている行員であったとしても、自分がすること、自分の仕事から私たちのアイデンティティ、本当の姿、本当の価値が来るんではないんですね。<And S 2> 私たちの本当の姿、私たちの本物の価値は神様から来るんです。Your value doesn't come from what you do.Your value comes because God created you and loves you.

えー、そして私はこの教会で一緒に何かをしたりとか互いにこう助け合っているということが大好きなんですね。でもこの教会でお互いに助け合ってお互いに使い合っているからそこから働きから使い合うことから私たちの価値が来るのではないんです。皆さんは自分がする手の技働き以上に大切な。 人ですそしてそれを思い出すために私たちは安息日をとって神様の中にあって休息することが必要です。 そして安息日を通ることによってまず私の人生で一番大切なお方は神様であり私の人生で一番大切なものは神様との関係だということを思い出しそれを認めるんですというのはその神様とのイエス様との愛の関係が 気づいて関係を築いていればそれが流れ出て私たちは人を愛し人をたっぷことができるようになりますそして私もそうですね私はこの教会の牧師として勤めていますけれども私の価値、アイデンティティは牧師であるその職,に職からやってくるものではありません。 というのはよくねあ、仕事は何ですかあ、ってよく聞かれるんですがやはりこうその仕事がその人の価値だということを見出そうとして聞く人もいるんですね。What I do is I serve the living God because my value is there。私の仕事は神様に使えることです。というのは神様から私の価値が来るからです。Amen. Do you understand? 皆さん、分かりますか? Our value comes from our relationship with Jesus. And from that, if you look at the rest of the commandments, taking a rest, focusing on ourselves, from there, そして先ほどの10の戒めをこう順番に見ていましたそして、えー、ですね、えー、4つ目がですね、えー、自分のためにです、ね、安息日をけああ取りなさいということを自分のためにこれをするいや神様になって安息するということが命じられてその次に、ね、それができて初めて今度は人との関係人を 父と母を尊ぶということができるようになります。安息日は人の必要を満たすために作られたのであって、人が安息日の条件を満たすために作られたのではない。皆さん、神様が安息日を。

自分の価値,価値を見出すことが大切です。Jesus, でも私たちが神様のところに行って神様と、イエス様とつながらないとしたら、そしてまた自分に対しての悪いイメージを持っていて、presence, また神様とのご臨在で時間を過ごすことをやめてしまって、and receive our worth from him,

Taken enough rest. 私と妻がです、ね、口喧嘩をする一つの理由は、やっぱりどっちかがすごく疲れてるとけんかになってしまう、ちゃんと休んでない、休息してないという理由が一つあるんですね。 Our bodies. ですから、神様、こうおっしゃっています。私たちが普通の仕事から一日休みを取って、安息日というものを取って、そして体を休めて、そして休めることによって、また活力を神様からいただきなさいと。 ですから神様は皆さんのことをとても価値のある人と認めて大切な人だと思っていらっしゃいます。ですから皆さんも自分自身のことを自分は価値があって大切な人間だとみなしてください。思ってください。 えそしてもう一度言いますけれども私たちの価値というのは自分のする手の技働き仕事から来るのではありません私たちの価値というのは神様が私たちを愛していらっしゃるそこから来ます神様が私たちを創造しているそして私たちの価値を そして神様が私たちを作ってくださり、神様の中で神様を通して、その中に私たちは自分の価値を見出すのだということを思い出してください。私たちが、イエス様を自分の 救い主主として心にお迎えする時にそして神様どうぞ私の中にある罪をお許しくださいそう祈る時に初めて私たちは罪の奴隷だった身分から解放されてそして We find our value そして、<in him. S 2> 神様の中に自分の価値を見出すことができます failures, そして私たちの価値というのは、神様の愛許しの中からやってくるのであって私たちが過去に犯してしまった罪とかあ失敗からやってくるのでは、ありません値というのは、 パウロという人がローマ人への手紙の5章の五節でこう言っていますここののの希望望は失にににに終わるるとがががありませんななぜららら私私たたたちち与えられれ霊によってて神愛心注いるからです。 とても素晴らしいと思いますね。私たちが自分の罪を許してくださいと、イエス様に頼んで、そしてイエス様を自分の救い主として、心にお迎えするときに、 今度はイエス様が私たちの心にこの聖霊って書いてあります。その聖霊様をくださるんですね。そして神様の霊であるその聖霊が私たちの中に住んで初めて私たちは人を真に愛してたとぶことができます。 というのは、ああ、その人がその愛を受けるのに敬意を受けるのに値しているかしていないかということには、にかかわらず、でも実はですね、えー、本当は本当のことを言いますと、私たち実は、あ神様の愛を受けるのにふさわしくないものでしたけれども、ふさわしくない状態であっても、イエス様は神様は私たちを愛して、そしてイエス様。 私たちの罪のために十字架の上で死んでくださったんですね。そういうのは聖書はこう言ってますね。私たちは皆人は皆全て罪を犯したものであります。ですから、神様の栄光を受けるのに値しないものであったんです。と。 でもそのような私たちに対して神様が豊かな恵みと愛を持ってくださっていましたので私たちのために私たちの罪のためにイエス様をこの地上に送ってそしてイエス様が十字架で死んでくださいました聖書の中でとても有名な聖書の箇所の一つですがそれはヨハネの福音書の3章の16節ですが神様の 神は実にその一人号をお渡えになったほどに世を愛された。それは、ミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。You need to first see yourself as valuable by God. ですから、皆さん自分を見るときに、私は神様から、 大切なものだと思われている神様からあなたは価値がありますよと言われているものだと自分を見てください。 そして私は神様から価値があると認められている神様が価値があると言ってくださっているということが本当に分かったら今度は自分が自分を見るときに私は価値のあるものだと見ることができるようになります。そしてそれができると今度は人を をですね、周りの人,々を人,が人,人,人たちを大切にして敬意を表し、たとぶことができるようになります。You 皆さん自分は本当に大切で価値があるものだと見ることができますか <values> 神様は皆さんを大切な人である、価値があるものであると言っていますよ。 私たちは皆さんが本当に大切であるし、本当に価値がある人だと思っています。<are> 皆さん、あなたは本当に価値のある人です。神様は間違いを決して犯しません。

And anybody that knows me knows I make mistakes. あの、God never makes mistakes. And 1 John says, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. 第一ハ話の手紙の四章の九節から十一節ですけれども、九章を読みたあ九節を読みたいと思います。神はその一人子を世に遣わし、その方というのはイエス様のことですけれども、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins.

これほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちも互いに愛し合うべきです。私たちは自分の価値というものを努力で手,手に入れるのではありません。私たちはあ自分の手で人から大切にされていると思われま 人から大切にされている人から価値があると思われたいから自分でそ,のそれを手に入れようと努力するかもしれません。But we don't earn our value with God.、えー、そういうことがあったとしても、でも神様から価値のあるものだと見なされるために私たちは努力をするのでは決してありません。He values you so much that even before you put your trust in Him, 神様は皆さんのことを価値のあるものとみなして思っていましたので皆さんがイエス様を信じるその前にもうイエス様を送って十字架でイエス様が死んでくださったのですそして神様が あ皆さんに対して持っていらっしゃる愛神様が皆さんに対して価値のあるものだと言っていらっしゃることはあ皆さんがあふさわしくない ふさわしくはないと思っている、そのふさわしくないということ以上に、もっと大きな広い思いものです。でも、まず、私たちが人をたっ飛び、人に敬意を表す、人を大切な人だと思う前に、まず、自分は価値があるものだ、それは価値は神様から来るというものを受け入れて信じなければできません。 そして今朝ですね、私はイエス様を自分の救い主として心にお迎えしたいという人がいらっしゃいますでしょうか。もしいましたらですね、一緒にお祈りしたいと思います。また、自分は価値がないと思っている価値があるものと思えないんだ。 っていう方がいましたらですね、その方も一緒にお祈りしたいと思います。今日聞いたメッセージの中でなんかあんまり分からなかったっていう方がいたとしたら、これだけ覚えていてください。You <are> valued. あなたは大切な人です。You <are> loved. あなたは愛されています。Amen. S pray. <S お祈りします。ます。 天のお父様この時をありがとうございます神様あなたは私たちをこれほどまでにこれほど深く愛してくださいましたそれをありがとうございますそして今ここにいらっしゃるお一人お一人があなたがどれだけ愛していらっしゃってあなたがどれだけここにいらっしゃる方々を大切な人価値のある人だとおっしゃっているかを を知ることができますように。そしてここにいらっしゃるお一人お一人とあなたがどれだけ個人的な関係を築いていきたいと願っていらっしゃるかを知ることができますように。 この今日語られた言葉がどうぞ私たちの心の中で、思いの中で生きるものとなりますようにそして人生の中で奇跡が見るの起こるのを見ることができますようにもっと多くの奇跡が素晴らしい働きが不思議な技が現れますようにイエス・キリストの名前によってお祈りします。 神様の祝福がありますように、祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。今日は食事の販売がありますので、2階で食事をとって、そしてライフグループ、皆さんぜひ残ってください。